タナウマガは、ニュージーランド出身のラグビーユニオン選手。ラグビー指導者。ポジションは、センター、ウィング。187cm、101kg。サモアからの移民の両親を持ち、ウェリントン郊外ロアーハットに生まれる。幼少期より、ラグビーリーグに、親しみウェリントン地区 U-16、U-17、ジュニアキウイに選出される。オーストラリアのラグビーリーグチームニューキャッスルナイトに入団するもホームシックで帰国。兄の勧めでラグビーユニオンに転身する。1994年から2007年まで NPC ウェリントン。1996年から2007年までスーパー14ハリケーンズに所属。1997年にラグビーニュージーランド代表に選出され、対フィジー戦でオールブラックスデビュー。病気欠場したジョナ・ロムーに代わりウィングで起用される。ロムー復帰後は1999年まで出場機会を失う。ジョン・ハート指導の下では、フルバックのクリスチャン・カレンをセンターへ起用したため、出場機会が激減する。ウェイン・スミスの下でセンターへ復帰した。2000年よりセンターに固定される。オールブラックス74キャップ、36トライ、180得点。グラハム・ヘンリーの下では、太平洋諸島出身の選手として、初となる、オールブラックスキャプテンに任命される。馬川21テストマッチでキャプテンを務め、2005年、国際試合すべてに勝利する、グランドスラムを達成した功績などから、ショーン・フィッツパトリック以降最もカリスマ性に優れた、キャプテンと称される。一部では、オールブラックス史上最高のキャプテンとの声もある。オールブラックスが試合前に行うマオリ族の伝統儀式墓のリードは、マオリ族の血を引く選手が担当する慣例があったにも、かかわらず、馬がの偉大さに対する敬意から特例として、マオリ族の血を引かない馬ががリードを担当した。一方で、相手攻撃陣を一撃で仕留める強烈なタックルは、突き刺しタックルと呼ばれ、馬がの危険なタックルは、各方面で論議を呼んだ。2006年1月に代表引退を表明した。2006年のエリザベス女王誕生日、祝賀会にて、ラグビー界への貢献により、ニュージーランドメリット勲章を授与されている。ハリケーンズでは122キャップ、ウェリントンでは100キャップ。ハリケーンズでもキャプテンを務め、2006年にフランスのトゥーロンへ加入する。トゥーロンでは7試合に出場。2007年5月に、現役生活から引退し、2007年シーズンにより、トゥーロンヘッドコーチに就任。2008年シーズン後半には、トゥーロンで選手として復帰した。その後は、ヘッドコーチ職にとどまらず、現在は、トゥーロンアシスタントコーチを務める。2010年3月に NPC カウンティースマルカウへ、選手権アシスタントコーチとして入団し3シーズンぶりに、NPC に復帰。2010年10月28日、馬場がスーパー14のチーフスと契約し、同リーグで先発出場するなど活躍している。若年層の就学を支援するタナウマガ基金を設立し、ミネラルウォーターの販売を開始。1本の売り上げにつき15セントが基金へ寄付される活動を行っている。パワーとスピードに優れ、激しいコンタクトヒットやスピードに乗ったペネトレートが、持ち味。一方で、タックルを受けながら絶妙なパスを通す器用さも兼ね備えている。激しいパフォーマンスとは対照的に、グラウンド内外で非常に紳士的であり、プレーの激しさのあまりラフプレーや乱闘に発展するということもない。また、脳震盪を起こした相手チームの選手を、プレーが続いているにもかかわらず解放するなど、その紳士ぶりが称賛されている。ドレッドヘアがトレードマークであり、以降のオールブラックスのメンバーに、馬がへの憧れから、ドレッドヘアにしている選手もいる。ありがとうございます。